10.26. よ騎士、手短に話そう。騎士団から君にある特殊な任務を依頼したい。状況が許せば、実はここ最近またファデュイ。でも過去のモンドには旧貴族によって支配されていた初代ダンディライオン騎士バネサ、その渦中にあった。今はまだ疑惑の段階だ。確かな証拠はない。今日、それは騎士団は長い、私たちがどんな態度で彼らに接しようともいい結果にはならないだろう。過剰な反応を引き起こしてしまうだけだ。調査という名目で押し入ることは可能だが、もしこちらの早とちりであれば、また彼らに不信感を募らせてしまうかもしれない。저희다디자나다너무갱미승리하지빈다는そうなれば、今までの努力も水の泡となる。そんだビアイショウエイ。だなみ。君は。その身分を強調する必要はない。君は遠くから旅をしてここへ来た旅人だ。この町の多数派ではない。であれば、そこからローレンス家のあの貴族と共通の話題を探すこともできるかもしれない。ナムケンサイファー。ゴドンカンケファイ。彼と友好。さすがに。そんなことない。そのローレンスとっつきにくい性格のようだが、協力感謝。リンタマイカピン。バンハー・ルンディン。
リを見もしその人こんにちは。こんにちは。私を私に話しかけ。さあ。貴族に対し、それが今はどうだ。貴族は何？旧貴族の尊厳を疑っているのか。教えてやろう。周りの人間が規則に従わないからこそ、もういい。貴様の言動にはそれにまだ大事なよ。新団長からしたら、スターが。とりあえず一旦戻って相談しよう。こんなところで、あれ？その表情。神団長から依頼を受けたんだけど。大丈夫だから元気出して。神団長から。でもいず、あ、私その人知ってるよ。え、貴族は貴族でもと、そう、彼女はローレンス家の人間、エウルアワト。言い換えれば、あ、でもそれは彼らからしたらエウルアは敵に願う。確か朝。ああ、ありがとう。気をつけてね。まさか騎士団にそんな人がいたん。ローレンス家の礼儀作法を教わるならローレンス家の人間を探すのが手っ取り早いだろうな。次の仕事はお触り禁止。話が通じないなら叩くまででしょう。部外者禁止。やっと言葉を静かに。即戦即決。相関化粧。すぐに終わらせる。まずい。手際がいいわね。彼らは私が長いこと目をつけていた標的なのに、手柄を横取りにされた感じだわ。そうよ、手柄を逃す。でも怪我がなくてよかったわ。
こんな大勢のファデュイと戦うのは大変だったでしょ。何言ってるか。は？でもさっきあれはそんなことまで。そういう意味だったのかよ。ええ、そうよ。やっぱり初対面の人。それよりもその礼。でもそのでもどうして彼の長。なるほど。違うぞ、神団長の。モンド城の人々にはローレンス家は悪者に見えるもの。そういう噂が出回ったっておかしくないわ。確かに昔残酷な。君もそんな。面白いわ。私を尋ね。お問題ないわ。今からでも教えてあげる。とりあえずモンド城へ戻りましょう。人がいるところの方が練習になるから。それとこれとは別よ、代理団長。目には持ってるみたいだけど。フォンクーン。散々会ったことあるし、いっか。やっと来たわね。じゃあ早速。待った、やっぱり。まだそのことを言っているの。君たちって私以上に気にするタイプなのね。安心して、恨みを覚えておくのとそれを返すのとはまた別よ。復讐も。私は心の中。君たちの番。そんなにある。それはダメよ、考えが甘すぎるわ。私の手柄を横取りしたり悪者扱いしたり叔父を疑ったり、どれも恨むには十分な理由だと思わない？そんなに心配しないでちょうだい。もしおじがな。逆にもし。これが私の考え。納得した？よし、まずは言葉づく。おう、その独特な言葉遣い。この恨み覚えて。はあ、全然違うわ。それにお前の真似をした。まさか。だって面倒じゃな。うん、そ弱気。これは朝露とは珍しくないもの。もっと気をつける。え、確かに新貴族は面だから、本当に仲のいい友達に親愛。これはまだだ。ストップ。誰か。それは分かった。いあんたローレンス家のエウルアだろ。なんか嫌な予感がするんだが。せわしき者よ、しばし立ち止まるがいい。高貴なるローレンス家から大切な厳粛に。突然意味のは。待って、争いが起きたと。そうそう、これだ。ローレンスが支配する時代はもう終わったんだ。だとしてもそれと人他に用がないのなら俺は。ちょっと待ってよ、もう。ローレンスだ。大丈夫。憔悴するものよ、高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよ。あれ、どうして反応がない。あ、そうだ。まあいいわ。俺に構うな、ローレンス家の人。え、またそれか。そうね、どうやらこちらの言葉に。でもThank you.
くなるものよ。もうやめて。まったく。落ち着く。そのローレン、そんな状況。君の言うこと、でも、なんだ、やるってのか。言っておくが、すまない。それと、そう、わかっ。大丈夫、いつもの。おいおい、お手本を見せ。仕方ないのよ。有名な、心配しないで。今日は貴族。多少なり。仕方ないの。街と風には記憶があるの。身をもって償った一族の先祖だ。それなのに、オイラたちにお手本を見せてくれたのか。そう言われるとそうね。さ、でも。いいよ、そうだよな。本番の時、もうこれ。なるほど。言葉遣いに関し、しかし所作、これに関しては。この特訓ってこんな過酷な環境の中でやるもんなのか。貴族の所作を学ぶためにはその中にある優雅さを身につける必要がある。例えばここからもしきちんと、それはでもこれなら貴族の言葉遣いをオイラもそう。では始めます。それじゃあダメね。ほころびが出ているわ。はじめは確かに優雅さをた。大丈夫。スタート地点に戻ってもう一度準備しましょう。それじゃあダメね。ほころびが出ているわ。大丈夫。スタート地点に戻ってもう一度準備しましょう。まずいお酒を作るにはまだ何かが足りない。
初めは優雅さを保上出来じゃない。私これでおい。いいえ。さっき経験したの見て。前方に魔物を引き寄せる地面激しい戦いの中で冷静。小さい頃さ。この地脈沈石ね。起動して。吹き飛ばされたり凍らされたりしないでね。優雅じゃなくなるから。それ、はあ、おさわり禁止。料理の時間だよ。捕まえたにゃ。それ、はあ、やっ。相関化粧。ついていきます。やったわね、雪山と。これならさっき言ったっけ。待って、おいらもと。ええ、そうよ。私の教えをちゃんと聞いてなかったんじゃない？はい、そうだ。どんな理由で。なんだこれ。違うわ、凍え死に。そもうだからこそ、だからち。やっぱり。さて、いい考えがあるの。空気がきれいですね。さあ、君追加で注文するもん。私の叔父は漬け野菜肉炒めが好物なの。はい、わかります。ちょっと待って。違いますよ。注文していないのに勝手に出す。こんなこともよ。はっては、私は漬け野菜に、はあ、まあでも鹿狩りの裏面。でも漬け野菜エウルアに勧める。私と好みが全然違うの当然よ。その冗談。エウルアはいつ気にしているわよ。優しくする。小さいのだったら当然。ちょっとそお腹いっぱい。大丈夫よ、
私の復讐。さて、え、それは少し、そうだ、私も引きつけ、またね。はい、かつ、もし、なあ、でも、ローレンスという一度でもこの、ですので、エウルアさんが、じゃあ、ど、彼女がセピロス家、大勢の人、一方で、うわ、はい、幸いにも、一般人から見れば、しかし、エウルアさんは、みんな、はい、この一件が片付いたら、それはよく、では、次の仕事は。お、よいしょ。えい、よいしょ。よっ、はっ、はい。
ロボロだけど、すごく立派な椅子が一つだけ。これも貴族。また貴様たちか。つかぬこと。いいだろう。私も心が狭いわ。うわ、すっごく上から目線だ。なるほど、同志であったか。ひか、いいだろう。元からは試してた。うん、で、その言葉遣い。なるほど、そう。そうだ。なんと、これは月外面を取り付く。ちょうど長いこと。いいだろう。貴様たちのそこまで知っているのか。いいだろう。では私について遠方から来た友に会いに行く。礼儀作法だけで。さあついて。あいつが言ってたのってファデュイじゃないよな。もしファデュイにバレたら大変だ。何か対策はあるか。よっ。おや、どうし、そうだな。そうなれば。お前の機転が効いたおかげ。では、引き続き進もう。私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前に、セピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはり、ここが隠れるにふさわしく、土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうか、もう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければ。やっぱりファデュイだ。やっぱり。城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象と。待った。この話す必要はない。私が連れてきた。しかしこのことは機密中の機密。貴族の行いを貴様が。偉そうに。わかった。メンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目配せ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。どこかで。こいつは親友。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って。我々の計画は。それに再起。それはありえない。騎士団の人。その小さい。オイラが。もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか。ローレンス家の死。貴様は私。分かった。本題に入ろう。ああ当然ここ。どれどれ。なんだと。それにそれはしか。当然だ。あの建物の。ああこの情報は。安心しろ。その時が来たら私は騎士団本部の屋上からモンドに対するや。か、はあ、最後に一つだけ忠告だ。軽率な。では急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士。おお私をだ。そういうこと。長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。はあ、やはりこうなったか。しかし情報は確かに手に入れた。あいつら別々の方向に逃げたぞ。
き止まりだったはず。先にファデュイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。禁止。ついていきます。ダメさせるなよ。そろそろだ。予想外だ。扉が開いたぞ。早く。放せ。自分で歩ける。どうやら間に合った。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさか。それに、ああ、そんなことも。おお、おじさんがすごまだセピロ。今ならまだ。そうすればちょっと意味がわ。もう一度言う。ローレンスケの。でも、おお、怒るべきなの。一体どれほどの人に迷惑をかけるか。そしてこのことを鎮めるために、私がどれほどの人から。私に説教しようという。そうよ、私はおじさんが言って。それでもローレンス家は情緒不安。何を言っている。君たちが動いたということはもう決定的。さっきこっそり見たんだけど、はあ、ひとまず。早く。
それ結束せよ。ジャッジメント、あそこにあるの防衛地図だよな。あとは戦いは避けられないようにな。結束せよ。一斉に構え、アゲイに歯向かったことを後悔させてやれ。わめきなさい。それやっ、結束せよ。よっ、早く。わめきなさい。よっ、それ時間か。結束せよ。捕まえたにゃ、反省しなさいよ。酔っ払い、これね、少なくともファデュイが重い。確かに、いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思う。とりあえずこのことは私から代理団長に。そうだぞ。それは以前だから、今回は君に復讐本当はそれで復讐しにでもこの恨み、見た目はかし、二人とも君たちが灰になっても絶対あもちろんまた